一目つみ橋は、広島県福山市に架かる道路橋。ビンゴ群島の2つ、沼熊半島の南約1キロメートルに位置する田島と横島を結ぶ道路橋。沼熊半島と田島は、内海大橋で結ばれているために、塔とも、本州側と繋がっていることになる。最初の佳境は1951年、瀬戸内海唯一の海閉式橋梁であった。 現在のものは二代目にあたり1979年完成した。田島と横島そして牧橋の位置関係が、魚同士がキスしているように見えることから、恋愛パワースポットとして、教上をデコレーションされている。坊地、瀬戸。右やや上に牧橋が見える当時沼熊群田島村、横島村の2、村製で構成されていた2頭の間は、幅約50メートルほどの坊地。 瀬戸と呼ばれる海峡で隔たれている。古来、一つにつながっていたが航路として改作したと伝えられている。橋ができる前は、役場などそれぞれの島に存在していたが、共同施設の大部分は田島側にあり、横島から都線を繰り返す状況だった。そのため橋で結ぶ構想が生まれることとなる。ただ、防地瀬戸は、内海から外海である。 ビンゴ灘へ抜ける重要な航路であったため、航路確保も重要視された。そこで考え出されたのが、飛べ海方式化同郷であった。田中豊の技術協力のもと、当時瀬戸内海唯一であった、海平橋が1951年3月、完成した。以下、初代無、積橋の所言を示す。架橋により二つの村は、より密な交流が始まり、1955年、 内海町誕生に至るのである。その後、交通の増加、大型化に対応するため、県道沼熊横田高線整備が決まり、1979年2代目の原橋が架橋した。1989年、内海大橋が完成しにとうとも本州とつながることになった。この橋を恋愛パワースポットとしてデコレーションしたのは2013年以降のこと。 内海町の地域活性化団体が仕掛けたもので、島の婚活事業の一環として整備された。ありがとうございます。